をお届けします。ホームのインテルが AC ミラン相手にどのような試合を見せるか楽しみですね。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。今日はサンシーロからインテル対ミランのダービーマッチをお送りします。この試合の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよミラノダービーが始まりますね。どちらのクラブもこのサンシーロを本拠地としていますから、ホームの有利はありません。両クラブにとって特別なこの試合は純粋な力と力の勝負になるでしょう。なるほど、ありがとうございます。では試合の方を見ていきましょう。ダンフリース、バレッラ、インテルにチャンスが来ました。ルカクへ、ラウタロに渡る、中央で受けた、打てるか、ゴール、インテル決めました。こう見てもキーパーの位置取りに問題があることが分かります。読みが外れてしまったんでしょうか。さて、ミランボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。サンドロ・トナーリ、ブラヒム、ディフェンスがうまく対応。ミランの注目ポイントとしてはどのあたりになるでしょうか。福西さん、守備力ですかね。得点力に目が行きがちですが、実は失点も少ないんですよ。トータルで出来上がっているチームだと思いますよ。テオ・エルナンデス、ラファエル・レオン、ボールに飛び込んだ。相手に押し込まれている状況が続いています。サンドロ・トナーリ、ここでブラヒム、トナーリ、アドバンテージミラン、ゴールならず、キーパーがセーブ。エリア内へ向かうか。これを止めた。ナイスセーブです。確かにビッグセーブですね。あのヘディングシュートへの反応は見事でした。中に入れた。クリアで対応しましたが、まだしのぎきれていません。このクロスはブロック。ダンフリース、インテルパスをつなげない。ブラヒム、ミランボールをうまく動かしてチャンスを狙います。アカン・チャルハノール、カウンターアタックに入るか。カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。ベナセル、トナーリ、チャンスになる。ジルーへ、シュートを打ってきた。これを止める。
オナナが好セーブを見せました。前半もそろそろ終わろうとしています。注目のミラノダービーはインテルがわずかにリード。試合の序盤から激しい気合を見せていますね。とはいえミランもこのまま黙ってはいないでしょう。ここはしっかりとボールをキープ。ルカクにチャンスです。チャルハノールが決めた。何度見てもこのシュートを止められるとは思いません。この距離では外さないでしょうしね。レオン、ベナセル、ブラヒム、ミラン得意の形でゴールを奪えるか。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。今のところポゼッションはインテルが上回っています。試合をうまくコントロールしている点が見て取れますね。それが結果にも表れています。さあここもまたチャンスとなるのか。おっとフリーです。おっと決まった。さらに追加点。これで3点差です。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。さあキックオフでリスタートです。これで3点差。勢いに乗るインテルが盤石の強さを発揮しています。ラファエル・レオン、ジルーに渡った。これでアディショナルタイムに1分が追加されました。ここで前半終了のホイッスルです。福西さん、一方的な試合展開ですね。チャルハノールが実力通りのプレーぶりです。間違いなくチームの中心選手ですね。今日の活躍を見ても相手後半のスタートです。前半はインテルが相手を圧倒していました。ここまでは文句のつけようがないパフォーマンスを見せています。ゴセンス、ゴセンスに渡る。ディフェンスがクロスをブロック。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。ゴールの瞬間の映像が流れます。近くの味方を使います。シュクリニアル、キーパーが構えた手にボールが収まります。サンドロ・トナーリ、ブラヒム、ここでブラヒム、勝負どころです。このシュートはクロスバー、アンラッキー。キーパーは見事に抜いたんですが、もう少し落としたかったでしょうね。
ダンフリース、ルカクに渡った、いいところでインターセプトしました。ここはオフサイドフラッグが上がっています。ゲテと出しての意思疎通ができていませんね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。パスは通さない。ベナセル、ラファエル・レオン、ジルーへ、隣に渡る、カットしました。相手にチャンスを与えません。試合終了まで残り時間は30分です。ディフェンスがうまく対応。ラファエル・レオン、ここでトナーリ、ベナセル、オリビエ・ジルードリブルで運びます。ミランのアドバンテージを見ています。中を狙ったパスでしたが、そう簡単には通しません。インテルのフリーキックからのリスタートになります。選手の交代が両チームにあるようです。バレッラ、チャルハノー、インテルがボールを失いました。ジルー、残り時間は20分です。ラウタロ、来たか、決めた。これでついに4点差です。一体誰がこの状況を想像したでしょうか。映像が来ました。このワンツーで一気に抜け出します。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。サンドロ・トナーリ、ジルーに渡った。ジルー、ここでうまく対処します。ここはカウンターのチャンス。ルカクへ、ルカクがゴールに向かう。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。テオ・エルナンデス、ラファエル・レオン、ルーズボールになった。ゴセンス、ラウタロ・マルティネス、これは強い。ボールを奪われません。ここで奪われるのは危険だ。ベナセル、ボールを外に出しました。コーナーです。コーナーからエリア内へ。相手に阻まれましたね。クロスは許しません。相手の選手に当たったようですね。コーナーキックになります。ミランの選手交代です。ボールはゴール前へ。これは相手がクリアします。
ここでなんとかボールに寄せてきました。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。ロブで裏を狙います。チャンスが生まれそうだ。見事なスルーパスでしたが、キーパーが一歩早かったか。アディショナルタイムが3分増やされましたね。ここはシュートチャンス、ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。Ha segnato il Milan con il numero 30 Junior Messias。 ゴセンス。試合終了。インテルがダービーマッチを制しました。要所をうまく抑え、ゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。ルカクへ。